バイオリン・ソナタ一丁帳 FWV8 はベルギー出身の作曲家、オルガニスト、セザール・フランクが1886年に作曲したバイオリンとピアノのためのソナタ。フランス系のバイオリン・ソナタの最高傑作と言われる。初演は1886年12月16日にこの作品の検定者であるウジェヌイザイによってブルッセルで行われた。四楽章からなり。 いくつかの動機をもとにして、全曲を統一する循環形式で作曲されている。また、このソナタは、ピアノとバイオリンの音楽的内容が対等であり、ピアノは、バイオリンの伴奏ではなく、バイオリンも単なる独奏楽器ではなく、ピアノとバイオリンの二重奏曲と呼ぶべき大曲である。同郷の後輩であるバイオリニスト、ウジェーヌイザイに、結婚祝いとして作曲され検定された。 この名作を演奏したいという様々な演奏家たちからのニーズによって主自の編曲版が愛想されてきている。アルフレッド・コルトーは全曲をピアノ独奏用に編曲しており、ピアノ四定連弾版も存在する。他にフルート編曲版がフルートソナタとして、チェロ編曲版はチェロソナタとして頻繁に演奏されている。ピアノパートが オーケストラに編曲されたコンチェルト版では、フランクの世界がさらに壮大に展開されている。古今東西、名だたるあらゆる演奏家たちがレコーディングを残しており、数多くの名演に恵まれている。古い時代の名版として知られているものの一つに、ジャック・ティボーとアルフレッド・コルトーによるものがある。ありがとうございます。